僕が夜勤の仕事をしていた頃の話。午前12時が食事休憩だった。深夜誰もいない静かな公園で食べるコンビニ弁当は格別にうまかった。弁当を食い終わりタバコをふかしていると遠くの方で怒鳴り声がする。見ると公園の入り口近くの薄暗いベンチに人影があった。てめえ人の縄張りに勝手に入ってくんな、ぶっ殺すぞこの野郎。なんだホームレス同士で喧嘩してるのか。ホームレスの世界も厳しいなと思った。仕事場に戻ろうと入り口に向かって歩き出した。その薄暗いベンチの前を通った時、そこにはホームレスらしき中年男性が一人で座っていた。てめえさっきから入ってくんなって言ってるだろうが、聞こえねえのか、ぶっ殺してやる。ホームレス同士の喧嘩と思いきや僕に怒鳴っていたのである。ホームレスの顔をまじまじと見たら目の焦点が合っていない。まるでヒラメのような目だった。ホームレスが紙袋から何か細い棒のようなものを取り出したので慌てて逃げた。振り向くと街灯の光を反射してその棒のようなものが一瞬ギラッと光った。